こんにちは、速稼塾の久保です。平和公園でね、2年間ホームレスをした私でも生活保護はまだ未経験なんですよ。で、今回ですね、生活保護に来る相当なダメージがいくつかあるんですけども、それをレポートしているのがね、東京のあやさなんですが、このあやさがですね、生活保護ってのはこんなにきついんだよと、実はこんなデメリットがあるんだよってことを結構教えてくれてるんですよ。で、今回はですね、生活保護を受ける前、審査の段階で預金通帳とかね、財産のチェックとか、これどの辺までされるのか、これがね、かなりえげつないということなんで、あやさに聞いてみましょう。それでは動画説明欄からあやさの生活保護シリーズどうぞご覧ください。